はい、福岡支部長の岩隈さん、そして福岡の皆さん、こんにちは。協会会長の石田和康です。今、世界一の高層ビル、ブルジュ・カリファの展望台、アット・ザ・トップに来ております。もともと何もなかったこの砂漠に世界一の高層ビルができて、非常に世界中から観光客が押し寄せる、ものすごいランドマークに今なってます。ドバイが今どういった方向に向かっているのか、今後どうなっていくのか、いろんな可能性をですね、5月27日の越境会の方でお届けしたいと思いますので、ぜひ、お話を聞きにいらしてください。よろしくお願いします。